南スラブ語群西スラブ語が、公用語の国東スラブ語が、公用語の国南スラブ語が、公用語の国南スラブ語群は、スラブ語派に属する三つの語群の一つである。主に、バルカン半島で話されており、コソボを除く旧ユーゴスラビア諸国とブルガリアでは、多数派となっているほか、コソボやアルバニア、ギリシャ、ルーマニア、トルコ、オーストリアなどにもこの語群に属する言語の話者が、 少数派として伝統的に居住している。バルカン半島で話されるヒスラブ言語のルーマニア語、アルバニア語、ギリシャ語、トルコ語とは系統関係はないが、言語が互いに影響し合うバルカン言語連合を形成する。南スラブ語群は一般には西南スラブ語群と東南スラブ語群の二つのグループに分けられる。ただし実際には南スラブ語群は 全体として一つの方言連続体を形成しており、各々の言語や言語グループの間に、明確な境界があるわけではない。スロベニア語と、マケドニア語、ブルガリア語の中間に位置する、セルボクロアチア語には、解放言、茶方言、首都方言、トルラク方言の4つの主要な方言グループがあるが、このうち、解放言はスロベニア語と、茶方言の中間に位置する言語であり、 トルラク方言は、首都方言と、マケドニア語、ブルガリア語の中間に位置する言語である。南スラブ語群は、古代教会スラブ語の基礎となった言語であり、東スラブ語群や、西スラブ語群にも様々な影響を及ぼした。ありがとうございます。